そこそこスカッシュライフ2のマリちゃんです。タイ君です。今日のカメラマンは、はい、どうも、じゅんちんです。違うやんゆうちゃんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、ちょっと僕今日はカメラマンやらせてもらうことですけど、ちょっと映れん事情があって。え、何？あの先週ほら、あのマリちゃんがよ、はい、僕にちょっとゆうちゃん最近太ったかじゃない言うたで、体重計乗ってみたかって、うんうんうん、そしたら過去最高の92キロをマークした。と一緒やで、まあ、これから夏になったら暑いやんか、はいはい、そんな暑い時期によ、はい、僕のこの醜いわがままボディを視聴者の皆様に見せるわけにはちょっといかんなと、暑苦しくてだから僕も体重90キロより超えたら、はい、あのそこそこスカッシュライフ2出ません。意味わからんなので今あのダイエットしてます。あ、ダイエット中なので。目標は何キロですか？いや、それは言いませんけど、あの先週から、はい、あの2キロ落としました。あ、けど90切れなかったので、うん、今日はあのこの状態でお届けしたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっちの方がなんか絵面が綺麗なんでおらん方が、うん、まあちょっとやってみたいと思います、はい、で今日やるのは普段あの2人にもたまにやってもらえる、はい、あのウォーミングアップの時 の、 あの小さなパス回し、それをやりたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。では行ってみましょう。はい。はい、通常はこのように輪になってパスを回すのがまあ一般的です。もちろんね、この練習もいいと思います。ゆっくりね、パスを回しやって、まあ、おしゃべりしながら楽しくワイワイやってもらうのもいいと思いますが、スカッシュを上手になりたいとかちょっと上を目指したいという場合にはちょっと物足りない練習かなと思います。はい、 OK です。そしたら小さくなっていつものパス回しをしてください。はい、お願いします。はい、これぐらいの距離です。小さい距離でパス回しをします。片手でも両手でも構いません。とにかく来た球にすぐ手を出して反応する。なるだけ小さく小さく小さくお願いします。そう、あんまり頭よりは上いかんぐらいの高さで。はい、 OK です。でこの時の練習のポイントですが、必ずボールが右に来たら右手、右手、左に来たら左手、必ず自分の真ん中より右なら右手、左なら左手を使ってください。ですか。で、もし左へ来た球をこういうふうに右でやる、これはなるべくやめてください。利き手だけじゃなくて来た方向の球を触るようにしてください。それともう一つ、この練習で大事なのは下半身をしっかり動かすということです。なのでこの棒立ちの状態だとすぐ来た球に反応ができなくなります。なのでしっかり足を開いて腰を落としてレシーブを普段やる体勢で、その状態から取りに行くように、こういう感じですね。これに気をつけてください。はい、それではもう一回やってみてください。しっかり腰を落として足を動かして右と左すぐカバー、そう、大きくなったら小さく、絶対落とさない、落とさない、それも取りに行く、必ず取りに行く、取りに行く、と続ける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 、
そう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 、はい、どんどん続けて。上体が高くなりすぎないように、すぐ下のボールも拾えるように、足も細かく動かしてください。はい、OK です。どうです皆さん、足とか疲れません？結構ね、やっぱりこのレシーブの体勢って疲れるので、足の甲鍛えようもすごくいいと思います、この練習は。はい、今日は小さなパス回しというのをやりました。まあね、この輪をね、小さくすることで、まあ、1人当たりボールに触る時間がこれで増えます。そしてやっぱり近いので、距離がボールがもうすぐ来ます。そのとっさに来た球にちゃんとその近い腕、右なら右、左なら左がすぐ出るかどうか、それとこの小さなボールタッチ、この感覚が養える練習です。で、結構この下半身をしっかり動かさないとやっぱりボールをね、捉えることができないので、足もね、すごく動かすことになります。まあ、特にね、冬場なんかはね、こうやって集まって、小さなパス回しっていうのをするとすごく体がぬくもると思います。あとね、これね、もう遊びでやる感覚なのでね、相手をこう落とさせるようにするとか、そういうね、楽しみもありますね。はい、本日は以上、小さなパス回しでした。ありがとうございました。